はい、こんにちは。愛知県豊橋市靴修理ラジアンです。今日ご紹介するのはこちらの2足ですね。両方ともオールデンのコード版モデル、9901とこちら V チップが54332というモデルになりますね。こちらの方新品なんですけれども、ソールの方つま先ですね、こちらにトゥースチール、つま先補強のトゥースチールを取り付けてくださいということでお預かりしました。まあ、パッと見よくあるオールデンなんですけど、まあ、よくはないですけどね。コード版モデルでどちらも人気で一足で、なかなか入手、店頭に入手してもすぐ売り切れてしまう人気モデルなんですけど、こちらのオールデンちょっと変わったところがあったんですよね。まずこちらの9901の方なんですけど、なんか変わったところあるの気づきます？この9901なんですけど、ハトメがですね、5アイレットなんですよね。通常オールデン6アイレットが多いかと思うんですけど、こちらのですね、ハトメがなぜか5個しか開いてないという、結構珍しいかなっていうところですね。一瞬ショップ別注かなとも思ったんですけども、それだったら、型番が、9901からちょっと変わってるはずなんですよね。変わってなくて、5つのハトメ穴、これなんで、あれもしかして B 品かと思ったら、でも B 品、品の印もついてないし、あれこれどういうモデルなんだろうって、ちょっと珍しいなと思いました。あとこちらの V チップのモデルですね。こちらの珍しいところは、まあこれは割とあるというか、まあ、そんなにはないかな。インソールがですね、左右で、こっちは、右側の方はオールデンマークですけど、こっちは、ニューヨークのセレクトショップかな、靴屋さんかなが別注したところだと思うんですけど、そちらのロゴが入ってますね。こちらもまあ珍しいかなというところですね。まず、実際にですね、スチールをちょっと当ててみて、この辺かなっていうところに毛がいて線を書いておきます。見えますかね、このスチールの厚みの分だけ、出っ張らないところと糸を切らないギリギリのところまで削って、なるべくフラットになるように取り付けていきますね。スチール中の作業工程自体はそんなに多くないので、作業自体はすぐ終わってしまうんですけれども、新品の靴ですので、作業で新しい傷をつけないようにだとか、なるべくねフラットに、取り付けるとか、ダメージを、靴にダメージを与えないようにだとか、そういうことに注意しながら、修理していきたいと思います。はい、ではオールデンのつま先補強のスチールトゥーの加工終了しました。オールデンのように、ダブルソールで、分厚いレザーソールの靴はどうしても最初の履き心地が硬いので、つま先が削れやすいですね。なのでこうやって最初のうちからスチールトゥーなどでつま先補強しておくといいと思います。
今回動画の中では2足紹介しましたけれども、オールデン今回1足一気に5足まとめてお持ちいただきありがとうございました。はい、ではですね、これからもいろんな靴や、靴の修理動画だったり靴磨きしている様子をですね、動画の中で配信できればなと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。また見てくださいね。もしよかったらここら辺に出てると思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。